どうも、ハンサムクロジです。今日はクロジ冬のパン祭りを開催したいと思います、はい、ファミリーマートの美味しそうなパンを4つ買ってきたので本当に美味しいのか確かめたいと思います。見てみましょう。まず1個目こちら、チーズの香り広がるチェダーチーズパン。ギザギザしてますね。ふんわり食感のシュークリームみたいなパン、かっこカスタード&ホイップ、これも美味しそう。キャラメルの風味豊かなキャラメルナッツデニッシュ。デニッシュでキャラメル、僕の好きな要素しかないですね。そして最後、これが一番大事です、男爵コロッケ&卵ドッグです。卵サラダが挟まったコロッケのドッグ、ローソンでも売ってましたけど、ファミマにもあったんで買っちゃいました。これうまいやろな。じゃあまずはチーズの香り広がるチェダーチーズパンから。あーいい匂い、チーズちょっと焦げたチェダーチーズの香りしますね。見た目がなんかギザギザしてて楽しいですよね。なんでこういう形なのかそれはよくわかんないですけど、まあ、でもちぎりやすくしてんのかな。こんな感じでちょっと黄色いチェダーチーズのところが見え隠れしてると、表面がちょっと焦げたチーズかな、これは裏もそんな感じです。いただきます。あ、うまい。結構がっつりチェダーチーズ入ってるんだろうね。なんか卵を買ってくらい入ってる。こんな感じすごいです。うん、ごちそうさまでした。これはハチハサですね。チーズでパンを食べてるっていうより、パンでチーズを食べてるっていう感じですね。チェダーチーズのこう濃厚な味がかなり印象的でした。パンの表面のそのちょっとね、焦げた香ばしい感じのチェダーチーズの香りもするんですけど、パンに挟まってるねチェダーチーズのぽってりとした舌触りと濃厚なお味がね、とても美味しい。チーズもいろいろ種類あって、人によって好き嫌いありますからね。あのチーズいいけどこれはダメとかいろいろありますからね。チェダーチーズ好きな人にはぴったりだと思います。僕はもっとチェダーチーズだったらそのままよりカリッカリに焦げてるねチェダーチーズが好きなんで、そういう意味でちょっとハチハサですね。これをこう半分に開けてトーストしてね、中のチェダーチーズがカリカリになるまで焼いて食べたらきっと美味しいのかな。それ美味しそうだな。じゃあ次これいきましょう。チャンシャグコロッケ&卵ドッグ。ローソンのこの似たようなパンが150円で353キロカロリーなんで、若干安くてカロリー高いっていう、そういうバージョンです。あ、ソースの匂いがすごい。はい、こんな感じです。結構コロッケの要素がデカめかな。主張も強いですねコロッケ。いただきます。うん、うまい。うん、ごちそうさまでした。ハチハンサムですね。ローソンのやつが9ハンサムだったんですけど、こっちはちょっと8ハンサムにさせていただきました。なんでかっていうとね、この卵サラダの存在感がちょっと薄かったですね。コロッケは結構美味しかった、でもそれも卵サラダの存在感が薄かった分、コロッケをすごく強く感じたがために、コロッケがすごい美味しく感じたということかもしれない。いかんせん卵サラダが弱いなっていうところがちょっとローソンに劣るポイントかなと。まあ若干安いんで、まあこっちでもいいんですけど、僕としてはですよ、僕の感想としてはローソンよりも若干弱いなっていう印象になりました。美味しい美味しいですからね。こっちはお芋のコロッケなんで、炭水化物好きにはたまらないかもしれないですね。次はふんわり食感のシュークリームみたいなパン、カスタード&ホイップです。気になりますよね。うん、まあ、結構油っぽい。油と焦げの、あ、だんだんカスタードっぽい甘い匂いが、うん、なるほど。なんかこうボコボコに殴られたアンパンマンみたいな感じですけどね。ちょっと裂いてみましょうか。プチプチプチッと、うん、あ、結構ぎっしりクリーム入ってますね。いただきます。食べよう。あ、うまい。これうまい。僕結構好きなやつだ。うん、これうまいな。おいしい。これ食べちゃうわ全部。ごちそうさまでした。これ僕好きです。キューハンサム、どういう味かっていうと、もう名前の通りですね。名前すごい。
シュークリームみたいなパンでした。ふわっとした食感の、本当にシュークリームみたいだったけど、でもパンなんだよ。なんか不思議な気分になるんですけど、ちょっとだけもちもち感もあって、クリームは割とホイップが強めでした。カスタードがもうちょっと強かったら、そこが五分だったら中半差でしたね。絶妙なバランスですね。なんかどっちつかずなのに美味しいっていう。シュークリーム好きな人は食べてみるとびっくりするかもしれないです。お、意外と美味しいじゃんみたいな。はい、最後、キャラメルの風味豊かなキャラメルナッツデニッシュ。ファミマのパンは安いね。あ、すっごい、はあ、やっべ、この量超いいな。よだれ出てきた。キャラメルとデニッシュのバターの香りがこう混ざってですね、香ばしさもあって、このアーモンドのナッツの香りもね、すごいいいです。止まんな。ちょっと脂っこいかな、でも匂いだけ。見た目ほどカロリーないな。いただきます。あ、美味しい。甘いわ。断面はこんな感じ。結構ずっしりとしたデニッシュですね。重めだから。また後で食べよう。ごちそうさまでした。これ9ハンサムです。これかなり甘いですね。で、重めなんで128円だけどずっしり食べれると思います。重たい、しつこいって思う人もいると思うけど、僕かなり好きな味ですねすっごい好きです。ちょっと苦味ポイントがないっていうか、さっぱりポイントがないのがマイナスではあるけど、最高ですね。このパン、甘いパン食べたい時にすごいいいと思う。デニッシュってほんと美味しいんだよな。食感もいいですからね。重めなんだけど、やっぱり食感はデニッシュじゃないですか。それでナッツのカリカリ感と、キャラメルのね、甘さと、素晴らしい。これを128円で買えるんだから、結構でかいし、ね、すごいいいと思いました。はい、というわけで、どれも美味しかったですけど、やっぱり僕が一番好きなのはキャラメルナッツデニッシュですね。僕が好きなパンだ。小栗旬さんの真似をする人もあれです僕が好きなパンだ。まあ昨日は昔からやってたんですけど、昨日ちょっとしゃくれさせてやってたんですけどね。昨日って言ってたんですけど、美味しかったです。よかったら皆さんも食べてみてください。お返しでした。またファミマのパンを紹介したいと思います。はい、というわけで、この動画が良かった方はチャンネル登録、コメント、高評価ぜひお願いします。以上、ハンサムクロスでした。バイバーイ。